皆さんこんばんは。スナックフルールともチャンネル、ともちゃんママです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。さて今日はですね、ちょっと暗い話なんですけど、父がね、今ね、リハビリ病院に、リハビリ介護病院にいます。もうね、どれくらいだったのかな、1年ぐらい会ってないですね。でしかも最後に会ったのが病院の1階にご飯食べるスペースがあって、そこに窓があって、その窓越しで電話、病院の電話を借りて電話、そのガラス越しに電話で話すっていう、そうのが最後で、今本当にどうしてるのか心配です。でちょっとね、こんな話もどうかと思うんだけど、私ちょっと家庭環境が複雑でですね、そのお父さんがね3人いるんですよでその父っていうのは私の本当の父親で、でそのお父さんは他の方と結婚されて、そこにも家庭が、家族がいるので、私がちょっとあんまり深く干渉できないというか、その家族の方が父のこと見てくれてるので、そうだからあんまりこの情報はね得られないんですけど、そうよくねこの話、私もう本当お店で隠し事ってほとんどないので、よくお客さんにもこのお父さんが3人いる話をするんですけど、ちょっと家系図隠れてもう複雑なのそう、お父さんとお母さんがいます、私ので、そのそれぞれがプラス2回結婚したんですよ。だからね、兄弟がね、私ね5人、私って6人兄弟になるのかな、そうなんですよね、複雑でしょ。でこの話すると、そうもうよくわかんないって言われちゃうそうで、私がね2歳かな、2歳か3歳ぐらいの時に、その私の最初のっていうか本当の両親が離婚したので、顔は覚えてなかったんですけど、20歳を超えて母親がその私の本当の父に会わせてくれた時があったんですけど、その時にね紹介もされなかったんだけど、もうすぐ分かった、その待ち合わせ場所にもう同じ顔してる人がいたんですよ私はすごく父に似ていて、あ、この人だって、そう言われなくても分かったっていうそう複雑なんです、もういろいろあるんですよ、いろいろあるんで、もうここじゃちょっとお話できないようなことでいろいろあってでもね、そう新しいご家族がいるから、そう今ね、そのまあ、もちろんどこの病院にいるとかは分かるんですけど、本当に家族だけしか、転院の時とかね、何か手続きの時とか全部してくれてるので、私は本当にね全く会えない状況が続いてます。そんな方はいらっしゃるかな、でも言いますよね、今こんな状況だからね、そう心配ですっていう
っていうお話なんですけど、その、あの、うん、何もない無事を祈って、同じ境遇の方がいれば、あの、信じて待っていましょう。という、ちょっと、もやもやしたまたお話ですいませんというお話でしたさて今日も一日どんな一日だったでしょうか。明日もきっと大変だと思いますが明日も頑張ってください。少し早いんですがおやすみなさい。また明日。